ガクです。よろしくお願いします。今月も。今月ね、申し訳ないですけど、いつもね、家でやってるんですけど、今日ちょっと時間がないというか、早くね、あげないといけないんで、挨拶だけちょっと取れてなかったみたいなんで、急遽、車でということになりまして、申し訳ございません。まあ、お盆のね、まあ、使い方が悪かったで、もうお盆ほとんどね、こもりって言ったら、私もね、楽しかったらこも持ってたわけじゃないんですけど、まあ、子供と、ほとんどね、遊んでまして、まあ、上の子も遊んで、下の子、年長と小二か、小二の息子と娘と、それから東京からね、めいっ子の下の小一の子が来てまして、まあ、ずっと三人で、四人か五人かでね、遊んでたんですけども、まあ、一回ね、梅田行きましてね、四人で、対3で、私1人と子供さん。子供さんもちょうどね、並んでるね、6、7、8歳かな。で、並んでて。まあまあ、年近いからね、すぐ仲良くなってよかったんですけども。まあ、ただね、まあまあ、娘はね、私の言うことというか、聞かないんで、ね、年近いお姉ちゃんおったら、結構、それはね、そういう時は言うこと、子供の人不思議やけど、そういう時言うこと聞くんでね。だから、梅田行く時も、めいっ子と娘手つないで。ほんで前歩いてと。私の前歩いて。私は息子と手つないで。梅田ね。歩くと。で、前歩いて。絶対手離したらあかんねと。ね。二人は絶対手つないで歩いてやって。ほんで、まっすぐ。後ろからね、左とか右とか言いながら。まあまあ、遊んで。その日泊まるってなって。その日泊まるで、娘と息子は泊まる予定にしてて。ほんで、めいっ子も泊まるって。泊まって。で、ほんでね、まあまあ、それも泊まれたし、と思いながら、次、3日後ぐらいにね、旅行行く予定やったんで、で、めいっ子も誘いまして、まあちょうど、来れる、来るということで、めいっ子も、早速来たんですけども、まあめい、3人、5人でね、そのめいっ子と息子ら3人と、前の嫁はんと私で、淡路島で、ね、行ってきたんですけど、まあ、ね、二次元の森。まあ、いろいろあってね、結構ね、ちょうどね、5歳から7歳で行けるようなやつがありまして、5歳、息子まだ8歳やけど、まだ7歳やから、それ、行けたみたいな形なんですけども、もう行って、行くなり、もう暑いですやん。もう、ほんまはね、水気のとこ行きたかったんやけども、まあ、行くということで、日焼け止め塗ってね、メイクね、ハーフなんですけど、色白いんですよ。だからね、もう、ね、まあ、人の子っちゃ人の子やから、まあ、妹の娘ですけど、だから、ね、ちょっと、えらい焼けて返したらね、怖いな思いながら。でも、自分でね、日焼け止め持ってて塗って、私は二重に塗んでんと、言いながら、言うてね、塗ってたんでね、まあ、ちょっとね、気ぃつけて、ちょっと、ね、あんまり、ね、後半なんて汗かくし取れるし、ちょっと傘とか、ね、刺して、まあ、気ぃつけながらね、ちょっと黒なったら、ね、嫌やし、とか思いながら。自分の子はね、いいねんけど、結構黒いしね、息子なんかは。で、次の日ね、海ね、行きまして、淡路島でね、海行った初めてで、洲本の方の、なんか会場のね、なんかアスレチックみたいなのあって、それみんなでやろうっていうことで、やって、まあ、楽しくね、やって、まあ、帰ってきたんですけど、その帰りなんですけどね、もちろんね、淡路島から高速で帰るんですけど、まあしばらく運転してて、そういえば、後ろにね、トイレ大丈夫って言ったら、まあ他の二人は、娘とメイクは大丈夫って、息子が、え、さっきからずっとトイレ行きたいって言ってんねんけどって言い出しましてね。誰も聞いてないんですよ。いやいやいや。いや、返事した、誰か返事したで、いや、ずっと言ってんでって、もう、まあわけのが、とりあえず、まだ、サービスエリアとか、トイレまだやから、もし我慢できんとか、また言って、また、状況教えてって言って、まあ、運転してて。ほんで、しばらくして、もうちょっとで、あと何キロで、みたいな感じ、どう大丈夫我慢できるって聞いたら、息子が、いや、だから、持ちびったでって。いや、そんなことあります？待ってと。いやいやいや、待ってくれと。なんか意思疎通してくれたらいいやんと。もう我慢できんとか。
あります聞いて、あ、だからもうちびったって言われて、もう待ってくれと。いろんな方法はあるやないですか。息子男やし、最悪ペットボトルでもよかったし、おむつも持ってたんですよ。おむつも持ってたし、もうどうしようもない時はね、路肩止めて。でも、よかったのに。もういきなりが、もう、っていう、ちびった、もうちびってるって、もうちびってるってか、ちびった後に、もうちびってたんですよ。だから言えば。ほんまに、まあまあまあ、トイレちゃうでと、車は。とか、まあまあ、最後の最後でね、怒りましてね。全然、誰一人怒ることなく、喧嘩もすることなくね、帰ってきたんですよ。最後の最後で。まあまあ怒ってしまって、まあ私もね、その後ね、まあまあ怒ったんですけど、まあちゃんと理由も言って、言ってくれないと困るでと。意思疎通。まあ子供こんなって難しいな思うけども、ただ、ね、それ怒って、むちゃくちゃ反省したら怒りがいあるんですけど、全然反省というかもうケロッとしてるんです。あ、携帯貸してゲームしたいから、このゲームしたいね。撮ってやーって。カメラ、ね、なんか顔の認証が顔に携帯向けてくるみたいな、なんだかなっていうね、旅行でございました。では、説明いたします。もう一つ、催事のね、3ページ説明していきます。あ、まずね、左払い、しっかり横へ、これね、縦に行ってしまうと、ぶつかるので、ぶつからないようにだけね、気をつけて、ね。均等に。右がね、広くても構いません。中心この辺ね。しっかり内に入る。縦からね、縦横。で、しっかり内に入るのと、運転ね、止まって引いてしまうと、こう四角くなってしまうので、この左側ね、動いてきて止まる。まあ、点全部動いて、ここ、この分、動いてきて止まるようにしてください。動いてきて。動いてきてね、筆の向き良かったら、ここもそのまま離してもらっても綺麗に終わると思いますので。ここも同じね、さっきの線と同じで、しっかり左へ。右が揃えるのと、左は大きく、口々に。と、この部分ね、しかし、筆上に浮く。ぐーっとこう押さえたまま曲がれませんので、浮くように。山、しかし高い位置に来るようにと、内へ入る。で、今度も必ず右上がりね、右上がりに書くように書いてください。揃える。ね、左大きく。そこも下揃うようにね。しかも内に。左大きくね、右側に出ないように。右がね、大きくなるようにね。と、ちょっとね、気持ち平べったく書いた方が書きやすいです。普通に書くより、ちょっとね、幅出るように、平べったく書いてください。ここに空間できるように。と、高さ。揃うように。右上がり揃うようにね。手もだい、こう右に上がっていくようにね。下がってしまわないように。ここも高さ揃う。こういうふうに下がってしまわないようにね。高さ揃うように。真ん中、空間少し反るような形で。右は揃える。左は大きくね。で、ま、この、ちょっとこの辺か。起きた時に、上にね、書かないよね。もうちょっと下の方に書く。なぜかというと、こう上に書いたものすごい、ここがね、ぶつかって狭くなってしまうのね。ここ広く。取れる、下の部分も広く取れるように、下の方に書く。この、揃うようにと、左大きく。ね。
ものづくりの2画目。結構縦に行って曲がってくるよね。あまり左に行ってしまわない。書いてください。だいたい均等に。均等ね。広くなるように。揃える。左広く。どっちかというと、下の方が大きくね。ただ、感覚はね、ほとんど同じで書いてください。右は高い位置から来る。しかも内へ入る。で、ここも高さ、ね、揃うように、高さと大体向き、揃うように。これも角度ね、しっかり左へね、横へ向いて。この部分長く、長く。あまり短くならない、長く。で、火ね、まっすぐね、縦、揃うように書いてください。では、説明終わります。